で、単音カッティングができるようになると不要弦のミュート、いらない弦の使わない弦のミュートが上手になりますので、ギターソロとかアルペジオとかも何でもかんでもギターが上手くなりますね。どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、カッティングについてお話ししていきたいと思うんですけれども、カッティングもまたですね、ピッキング同様長くなります。すごくね、多種多様あります。で、人それぞれこだわりがありますので、まあちょっと丁寧にやっていきたいと思いますので、長くなります。なので皆さん、コーヒー、紅茶、ビール、何でもミネラルウォーターなんか飲みながらゆっくり見てください。今日はエルリン農場のコロンビアです。さてさてさて、カッティングとの出会いはですね、僕高校生の頃、ガンズ&ローゼスが大好きで、スラッシュにすごい憧れてたんですよ。で、スラッシュみたいなギター弾きたいなと思って、こうレスポールこうブルブルブルってやってたんですけど、どうあがいてもスラッシュみたいに弾けないなって思って、じゃあどうにかスラッシュに近づきたいと思ったら、サイドギターになろうと思ったんですよ。それならスラッシュの近くにいられるんじゃないかと思って、サイドギターになろうと思って、サイドギターのイジー・ストラドリンとか、その後の、ギルビー・クラークとかになろうとしたんですよ。で、ちょうどスラッシュがアクセルと仲悪くなっちゃって、ソロを出して、スラッシュズ・スネークピット、あれ仲悪くなってないのかな、まだかな、まあいいや。スラッシュズ・スネークピットって出したんですよ。で、その1枚目のアルバムの1曲の中に、ギルビー・クラークのカッティングが入ってたんですね。みたいな。これね、ほんのちょっとだけ、数秒だけ入ってたんですけど、これが、それがかっこよくて、スラッシュズ・スネークピットの14曲ぐらいあったかな、の中で、その曲の何秒かだけをね、いつも楽しみに聞いてましたね。その後も、レッチリとか、聞くようになって、カッティングめっちゃうまいじゃないですか、ジョン・フルシャンって。かっこいいじゃないですか。ブラッド・シュガーのアルバムで、こういうのとかね。こういうのとかよくコピーして、これは絶対カッティング職人になろうって思ったんですよね。サイドギター職人で、じゃあカッティングサイドギターで一番大事なのって何かなってこういろいろ考えた時に、カッティングとストロークって右手一緒なんですよね。例えば A コード、あった時に普通に弾くと、左手がずっと押さえてる状態だとストロークなんですよね。ね、で左手を浮かしてブラッシングを混ぜるとカッティングになる。なのでストロークの時とカッティングの時と右手って一緒なんですよね。今右手見てもらえたら、ずっとこの動きですよね。で、これ今ブラッシングの状態、ミュートしてこうブラシをかけるみたいに、ね、ストロークしてます。で、左手をコードを押さえたらブラッシングからストロークに変わる。で、浮かせたらブラッシングになる。で、ストロークとブラッシングを交互に混ぜるとカッティングになる。っていう感じで、まあ音を切るからカッティングってことで、まあ要するにストロークがうまくなんないとカッティングってうまくなんないんだなっていう
ところに行き着きまして、まあ、とにかくですね、右手のストローク、この右手のこの振り、これをね、めっちゃ練習したんですよ。まずはですね、その頃、ギターの習ってた先生に、水にチャポーンってつけて、パッパッパッって、振るように、水を払うように動かして、ピックを持って、それをやればいいだけだよって。なので結構ね、バチッバチッバチッってこう当てる感じですね。振ってて、バチッバチッバチッって、ムチのようにパッ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 当てる感じですね。これ最初ね、爪とか肉が当たって怪我します。結構爪も削れたりしましたけども、だんだんとね、この指に当たんないぐらいの、なんていうんですかね、挿入角度っていうんですかね、がこう分かってきて、そんなにね爪とか削れなくなるんですけど、でもいっぱいやってるとやっぱりね、こう斜めになってきましたね、あの爪が削れて。ということで最初はね、何先にやったかな、まあ、これができないと多分始まらないと思うんですけど、こう A コードとかで例えばずっとジャカ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 ってできるかってとこなんですよ。これがね最初一つの肝になると思います。右手のこの振り、うちわとか体温計、昔の体温計ね水銀の頃、今はもうないですよね体温計、こんなのね、こういうのね、これやっぱね、あの僕もレッスンで教えてて、この振りが普通にこうやってくださいって言ったらこうできるんですよ。ただピック持ってギターになった瞬間にこうなっちゃうっていう人は多かったです。まあ、うちは仰いでそのままギターのとこ行って弦に当ててつって言ったら、やっぱこうグッて固まっちゃってってなっちゃうっていう、まあ現象というか、傾向が強いことが多かったですね。なのでもう力抜いて、まあ力抜いてといってもダラーンじゃないですけどね、ある程度力抜いて、ムチを振るようにでですね、ピックの握る強さっていうのも結構重要で、グッと握りしめちゃってるとこう強いストロークしか弾けなくなっちゃうんですよね。で例えば手首を使ったとしても、ピックをグッと握りしめてると、まあ、強いピッキングになっちゃうですよね。で何が、一番いいか、おすすめかというと、やっぱりこうこのピックがですね、ゆら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 って動く感じがいいんですよ。こんな感じで、まあ、いわゆる弦にピックが負ける、こう動く感じですね。強く握りしめちゃうと、強いピッキングだけになっちゃうし、弱すぎると弦に当たった時にピックが飛んでっちゃうし、このちょうど中間、ちょっと動くくらいの中間のところでパチンパチンと当ててあげる。で、全部をさっとと当ててあげるんですね。で、まあ、ブラッシングの時もそうですけど、ブリ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 ってなっちゃうとキレがないんですね。これを一本の束にまとめてあげるんですね。
まあ、よく点で捉えるとかって言うんですけど、まあ、こうブリ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 ってやっちゃうと、なんかこうドドドドドドドっていうイメージですけども、チャッチャッっていう一つの点で捉えるんですね。で最初はね、結構こう大きく振ってもいいかもしれないですよね。こうで徐々に小さく、まあ、こんな感じで、ブラッシングは点で捉えたり、ストロークもそうですね、点で捉える、一個一個をこういう弾き方もあるんですけどね。ジャーン、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 ジャーンっていうのもあるんですけども、まあ、カッティングと考えたときに、チャカ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 ってやりたいので、もう歯切れよく点で捉えてみてください。で、このね、ピックの軌道っていうんですかね、6本の弦を全部弾くときと、下の方だけ弾くときとか上の方だけ弾くときとかって、こう結構ね用途によって分けられるんですよ。なので例えば全部弾くとこういう感じですね。まあこう分厚いですよね。で下の方だけ弾く、 1,2,3 弦の方だけ弾く、軽い感じ。上の方5,6,5,4 だけ弾く、まあ低い感じのね。で、まあ、なんかファンキーな曲とかだと下の方、1,2,3 弦だけとかね、ね。で弾き語りとかだと全部こうとかで、あのスメルスライクティンスピリットとかつうかな。まあこれはパワーコードですけど、まあ要するに下の弦、低い弦しか弾いてないですよね。まあ、そんな感じで全部弾かなきゃいけないってわけじゃないんですよね。用途に分けて全部弾く時もあれば、1,2,3 弦の時もあるし、低い、5,6,5,4 の時だけの時もあるという感じで、ストロークの右手だけでもいろんな弾き方があるんですね。まあとにもかくにも右手のこの振り、これをマスターするんですね。でマスターするポイントとしては、まあ、1曲まるまるサイドギターだったらこの振りが続かなきゃいけないので、まあ、1曲3分から5分の曲って多いので、まあ、3分間連続して弾けるようにしようっていう感じで、まあ、例えばねテンポ100ぐらいに設定してメトロノームをかけて、これで16部でタカ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 で3分間弾くんですよ。こんな感じで3分間練習してできるようにするという練習をねやってましたね。でこれの右手ができるようになったら、今度ブラッシング、左手をミュートするんですね。ペタです、ペタミュートで、この状態でそれができるか、この状態で右手は16部、でこう変なこう音が入んないようにもうしっかりブラッシング、軽く触るだけ
で、このブラッシングも全部の弦弾かなくてもいいわけですね。6本弾くとこう分厚い感じになるんですよ。なので僕はだいたい 1,2,3 弦ぐらいしか弾かないです、ね、でなんか激しい曲、ヘビーな曲の時は結構全部弾きますね、例えばこういう時とか、あとなんかこう低い弦だけ欲しい時とかもあるんですよね。みたいな、なんか適当に弾きましたけど、まあこんな感じで用途に合わせてやるんですけど、基本ブラッシングは僕は 1,2,3 弦、4弦ぐらいまで弾くかな、まあ、それぐらいの高い方の弦だけ弾くようにしてます。その方がチャカ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 が軽快な感じになるので、これもね、3分間トレーニングします。チャカ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 、これあの拍の頭にアクセント持ってくるとあの狂いにくくなります。で慣れてきたらさっきの A コードのストロークと混ぜてみるんですね。ちょっとやってみますね。チャカ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 、こんな感じで、混ぜたりしながら3分間トレーニングするんですね。まあ、そんな感じでブラッシングを練習していました。で、次に、これを今、ストロークとブラッシングを別に4拍ずつ弾いたんですけど、折り混ぜるとカッティングになるんですね。例えば、拍頭に一発だけ弾いて、その後ブラッシング。まあ、こんな感じで、ちょっとやってみますね。チャカ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 、まあこんな感じですね。でそのチャカ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 の位置をチャッチャッとか裏を入れたりするんですね。ワン、ツー、スリー。こんな感じですね、最後はですね、単音カッティングについてお話ししていきたいと思うんですけども、まあ、こういうやつですね。まあ、これはカッティングを1音で1音のみ音を出してる感じなんですけど、例えばね、4弦5フレット、ソの音、この音だけを出したいときは親指で6弦、左手のね親指で6弦をミュート、で5弦は人差し指の先端でミュート、4弦は5フレットのソを出してますね、人差し指で。でこの人差し指のお腹がペタッとついて3,2,1がミュート、そうすると6本全部弾いても4弦5フレットの音しか出ないっていう状態を作って、左手のこの人差し指を上げ下げするとカッティングになると。
ですね。で、同じように薬指とかを4弦7フレットに持ってきます。で、こっちの左手の、親指人差し指の腹とかでミュートした状態で4弦の7フレットを薬指で押さえると、4弦7フレットの音しか出ないようになりますね。そうするとこれを上げ下げすると、タウンカッティングができる。で、人差し指と薬指で、交互に、でカッティングが出来上がり、単音カッティングの出来上がり。で、弦をずらして3弦5フレットとかにすると、例えば親指で6弦ミュート、3弦5フレット人差し指で押さえてるから4弦は人差し指の先端で、3弦5フレットは人差し指で押さえて、1弦と2弦は人差し指のお腹でミュート。ね、でさっきのと合わせると、こんな感じでできるわけですね。で、スライドとか入れるときは、例えば薬指で3弦7から9にスライドを入れる。このときも、3弦の7は薬指で押さえてるんですけど、中指をペタ、人差し指をペタッと寝かせて、他の不要弦をミュートしてます。で、スライドさせます。で、さっきのと合わせると、で、単音カッティングができるようになると、不要弦のミュート、いらない弦の、使わない弦のミュートが上手になりますので、ギターソロとか他のね、アルペジオとかも何でもかんでもギターが上手くなりますね。いらない音が出ないので。なので、単音カッティング本当にね、上達の鍵となってますので、ぜひぜひ習得してみてください。はい、というわけでね、今日も長々と、お話しさせていただきましたが、お付き合いありがとうございます。カッティング職人かっこいいですよね。ストローク職人、サイドギター職人、もうほんとね、裏方みたいな感じで、もう影の、大黒柱というか縁の下の力持ちみたいな感じで、ほんとね、2が見てわかるカッティング職人とかありますよね。ほんとかっこいいので、ぜひね、参考にしていただけたらこれ幸いでございます。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。